エンブレイス。エンブレイスは1990年代中頃に結成されたオルタナキブロックバインド。バンドはイギリスの西ヨークシャー地方のブリグハウス出身。6枚のスタジオアルバムがリリースされている。バンドの中心となるのはヨークシャー出身のダニーとリチャードのマクナマラ兄弟。地元の新聞に広告を出してメンバー募集を呼びかけ、1990年。 この二人にマイク・ヒートンが、かわ。その時から、エンブレイスと名乗り活動をスタートした。天気が訪れたのは1993年。リーズで開催されたハイネケン・ミュージック・フェスティバルにおいて、自分たちの音楽性に絶望し、今までのレパートリーをすべて排除し、再スタートを切ることを決意する。翌1994年にスティーブ・ファースが加入。バンドは、 1996年10月にハットとも契約。1997年2月にフィアスパンダとワンショット契約でデビューシングル All You Good Good People を発表。1997年5月にハットからリリースされたシングル Fireworks が全英シングルチャートで34位。7月の One Big Family が21位という滑り出しを果たす。 この頃から V フェスティバルをはじめイギリス国内の主要フェスティバルに数多く出演するようになる。その後10月に再レコーディングして発表された All You Good Good People が全英シングルチャートで8位を記録する。翌年はじめのブリッドアワード新人部門にもノミネートされた。そして1998年6月にデビューアルバムである The Good Will Out をリリースし、 全英アルバムチャートで1位を獲得する。このアルバムがリリースされた後にミッキー・レールが式にメンバーとして加わる。また前年に続いてこの年も世界最大級の規模を持つグラストンベリーフェスティバルに出演している。2000年にセカンドアルバムドローンフロムメモリー。翌年2001年にはコールドプレイのファーストアルバム。 パラシューッツなどの制作に携わったケンネルソンからアプローチを受け、2002年の秋に同レーベルと契約する。前作のツアーを終えてからは、メディアにもほとんど情報を発信せず、公の舞台から姿を消すことになる。この頃、死物を売り活動資金に充てたり、塗装や溶接といった仕事で身を養っているメバーもいた。そして、2004年9月に、 三年間の歳月をかけて作り上げられたホースアルバムアウトオブナッシングをリリースする。プロデューサーは元キリングジョークのユース。メンバーは自分たちのアルバムの中で最高の出来である語り、見事に全英アルバムチャート1位と復帰を遂げる。このアルバムはイギリスでダブルプラチナムを記録している。この作品の先行シングルであるグラビティはコールドプレイのボーカルで、 ダニーの親友クリス・マーティンから提供された楽曲であり、前衛シングルチャート7位にランクインした。二人は2000年にブラックプールで開催されたライブで、コールドプレイがエンブレイスのサポートを務めていたのをきっかけに親しくなったという。また、このアルバムがリリースされる前に開催された V フェスティバル2004では、身内の不幸で出演をキャンセルしたジェットに代わり、急遽出演が決まった。 翌年も同フェスティバルに出演。2005年5月に地元リーズのミレニアムスクエアで6000人の観客を集めてライブを行っている。このライブの模様は DVD となり A グロリアスでライブインリーズというタイトルでリリーされている。同年10月にはアルバム未収録曲などを集めた B 面集ドライキッズ B サイズ1997から2005を発表。 長い年月をかけて作られたホースアルバムとは打って変わり、アルバムの作曲からレコーディングまでわずか1週間余りで済んだというフィフスアルバムディスニューデーを2006年3月に発表し、全英アルバムチャート1位を獲得。なお、このアルバムの先行シングルネイチャー、エスローは自身のシングルで最高位となる全英シングルチャート2位を記録した。 この作品発表後の UK ツアーも大反響だったため、前作のツアー同様にイギリス各地で追加公演が行われた。また、この年、イングランドサッカー協会からドイツワールドカップにおけるイングランド代表公式応援歌レコーディングの依頼を受け、バンドはこれを開拓。制作活動の後、同年6月に公式応援歌、ワールド a t u フィットをリリース。 全英シングルチャートで3位を記録。バンドが解散を考えていた時期である。2007年から2010年にかけて、バンドの活動を休止しており、メンバーたちはそれぞれソロ活動を行っていた。ダニーは DJ に取り組み、マイクはドラムのスクールを開設した。ミッキーはサイドプロジェクトとして、トークツーエンジェルスを結成し、活動を。2011年に、 バンドとして活動を再開し、アルバム制作のためのスタジオワークを行う。2014年4月にセルフタイトルアルバムインブレイスをリリース。デビューしてから5枚のスタジオアルバムが発表されているが、作品の中心となっているのはダニーが特に好むミディアム、スローテンポでバラード調の楽曲である。シングルカットされたナンバーにはこうした作風のものが多く、 バンドが自信を持っている音楽性である。デビューアルバムザグッドウィルアウトではこういったスタイルの楽曲の他にヘビーでラウドなギター音を利用したアップテンポな曲も見られハードなナンバーはダニーの弟であるリチャードが好んでいる。このデビューアルバムの作風からしばしばオアシスフォロワーとも言われた。セカンドアルバムドロンフロムメモリーではレゲエ、ディラン、メタル、ファンクなど あらゆる音楽分野からヒントを得たといい、ファーストアルバムとは違う方向性を試した実験的な作品になっている。フォースアルバム、アウト・オブ・ナッシングでは、ピアノ音、ギターノイズ、コーラス、オーケストレーションなどを効果的に織り混ぜ、躍動感のある作品に仕上がっているとメンバーは語る。コールドプレイのクリス・マーティンから提供された、グラビティをはじめ、バラードを中心に構成されている。また、 バラードのナンバーが多いためか2006年、ドイツワールドカップにおけるングランド、代表公式応援歌をエンブレイスが歌うことが決まった際に、ニューオーダーのピーター・フックに、滑稽だな。おなびがちょのバラードで戦いに挑むってわけだ。サッカー場にいる観客は誰も一緒に歌わないだろうよ、と言われた。その他、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。